ジョン・シモンズの肖像、ジョージ・キース・ラルフによる肖像画から、ジョン・シングルトンが1788年に作成した版画。ジョン・シモンズは、ケンブリッジ大学の現代史の教授を務めた、イングランドの学者。1730年1月28日に、サフォーク州ホリングスヒースで、小教区の教区牧師を務めていた同盟の父ジョン・シモンズとその妻で、 ハケナムの順弾シャクサー・ウィリアム・スプリングの娘であった、メアリとの間の長男として生まれた。ケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジに学び、1752年に学士を得て卒業した。1753年にピーター・ハウスのフェローに選ばれ、1754年に修士を得た。1747年には、放送院の一つである、ミドルテンプルに入り、 1756年に放送資格を得た。1771年にトマス・グレイが死去し、シモンズは現代史教授の公認に指名され、翌1772年には直居により法学博士となってトリニティカレッジに移った。1807年2月18日、シモンズはレコーダーを務めていたベリーセント・エドマンズで未婚のまま死去し、パケナムに埋葬された。 遺言によって、蔵書は、ケンブリッジの歴史図書館へ寄贈された。このため彼は、同図書館の創始者とみなされている。シモンズの主な著作には、以下がある。シモンズは、アーサー・ヤングの農業年間にも寄稿していた。この記事は、パブリックドメインの辞典本文を含む、D. シドニー、エド、シモンズ、ジョン、ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、55、ロンドン。 スミス、エルダー &CEO、ありがとうございます。